耳が包茎手術についてお話しするにゃ。そもそもの発端は、高須幹也先生のチャンネル見てて、結構ね、60、70行ってから包茎手術する人が多いと。これ、なんでかって言ったら、介護のことでね、臭くなるから、介護が楽になるようにやるって言うんだにゃ。それで、なるほどと思って、耳もね、老後のことを考えて、よっしゃ、これやってみようっていうふうに思ったのにゃ。それで、まず近所の泌尿器科に電話して聞いてみたんだけど、うちやってないって言われて、じゃあ病院紹介してくれませんって言ったら、それもできないんだけども、大体相場は15万円だから、20万円だから、それ以上出すとぼったくりだから気をつけてねっていうふうに言われて、そうかなるほどということで、今度はね、町田のね、エストクリニックとかいうところに電話じゃない、メールして聞いてみたんですね。そしたらにゃ、普通は5万円から15万円で、美容目的で丁寧にやると30万円から40万円。で、根元を切る手術の方法があって、これ60万円っていうふうに言われて、ちょっと高いなと思って、それで YouTube でね、チャンネル持ってる青山セレスクリニックっていうところにメールで聞いてみたら、ビデオ会議でできるっていうふうにね、カウンセリングは。だから、LINE でね、ビデオ会議やって、いろいろ聞いてみたんだけども、根元切る方法だと、25万円なんだけども、あんまりおすすめしないってね。後でね、なんか伸びちゃうことがあるらしいんだよね。あまりおすすめしないってことはね、多分過去にいろいろあったのかもしれないし、慣れてない手術なんだから、ちょっとそこはやめておこうって、じゃあ普通のやり方でっていう場合に、7万円から12万円。なんかね、皮がね、長いと、あと、嵌頓包茎だと12万円になるらしいんだよね。あ、これはね、多分12万円払わせたいんだなと思いましたよ。多分ね、7万円で済む人ってね、そもそも包茎手術なんかいらない人なんじゃないですか、完全に。だから、12万円なんだなと思って、一応それだったら、ぼったくりじゃないなっていうことで、あと大事なのはね、Google の口コミね。Google のね、口コミって実は結構ね、正確で、ダメなところってほんとボロクソに書かれるんで、エストクリニックはそのボロクソに書かれてなかったら、多分大丈夫だろうということで、そこでやることにしましたにゃ。それで、実はね、2時間前に行ってきたんだにゃ。で、今、手術から2時間経ったところで、まだ麻酔効いてるのかね、あんまし痛くないにゃ。最初にね、ちっちゃい部屋に通されて、それで、カウンセラーからいろいろ、カウンセリングを受けるんだけど、受けるって言ってもビデオ会議やってたんで、そこでは大したことはなかったんだけども、結局12万円。で、それでね、糸がね、抜歯しなくてもいい糸と抜歯する糸とあって、で、どっちがいいんですかって言ったらね、抜歯しなくてもいい糸って太いらしいんですよね。で、抜歯する糸は細いんだそうなんです。だから、抜歯に一度行かないといけないし、で、それでプラス3万円かかるんだけども、傷口はどっちかっていうと抜歯した方が綺麗になりますと、よ、の、えー、なりますよって言うんで、じゃ結局15万円かっていうことは、よく考えエストクリニックでね、普通プランでやるのと変わらないっていうことになるんだにゃ。やっぱり相場15万ってことになるのかにゃっていうことで、それでお願いしましたにゃ。で、ついでにね、革を持って帰れませんかって聞いてみたんだけど、昔はそういうのは余裕でできたんだけど、今、医療廃棄物っていうことで、いろいろうるさいんで、ちょっとできないって言われて、あとね、手術の様子見たいって言ったんだけど、そもそもね、枕なしで寝そべった状態になるから見れないよっていうことなんだね。体を起こしちゃうと、それでも手術できるんだけども、起こすと、チンキがちょっと下の方に埋もれてしまう形になるから、ちょっと手術しにくくなるんで、なんかおすすめしないみたいな感じだったので、じゃあいいですということで、それでやりましたにゃ。で、出てきたのが柴田先生っていうんだけど、やったら、カウンセラーの人がね、京大卒なんですよっていうことを推してまして、これ別に経歴自慢してるわけじゃなくて、安心させたいんだと思いますにゃ。やっぱり患者がね、緊張しちゃうとね、あまりいいことないんで、そうやって安心させようとしてるのかなっていうふうに、私は思いましたにゃ、耳はね。それで、その後ね、
最初にね、女の看護婦の人にチンチン触れましたね。触られて、それで写真撮られました。これカルテに載せるっていうことでね、写真撮られました。それで、まあ手術開始ですね。チクッとね、こう注射打って、注射、痛みはもう普通に注射される痛みですね。その後、まあなんとなくもう何やってるかっていうのはわかるんだにゃ。切ってるにゃとかね、今皮引っぺがしたにゃとか、まあなんとなくちょっと感覚わからなくてもちょっとわかるにゃっていう感じで、まあ人によっちゃ痛いっちゃ痛いかもしれないけども、まあ最後の方になるともう完全に麻酔効いて痺れてたので、もうほとんどわからないって、まあそんな感じでしたにゃ。で、それ終わりましたって言って、で最後に看護婦さんがまたチンチン触って、写真撮って、で、包帯ぐるぐる巻いて終わりっていうことですね。で、最後に、替えの包帯と塗り薬をもらって、それで終わり。注意点はね、5日間はお酒禁止。で、2日目からはシャワーを打って、包帯外してシャワー洗って、それでまた包帯を巻き直す、ま、新しい包帯巻くって、それで OK。でね、もちろん1ヶ月オナニーその他は禁止ですね。それで14日後に抜歯ができるっていうことで、まあもう一回抜歯して、それでまあ病院としての処置は完了ということになりますにゃ。ということで、ミミは今日は包茎手術についてお話ししました。それじゃ、またにゃ、にゃーん。